金星万獣金星ゅうとは、鹿児島県鹿児島市の天文館にあるデパート山形屋、本店の近いの食料品売り場の一角で、長年製造直売されている一口サイズの今川焼き風の菓子。表面に、岩山形屋経営者一族の岩本から来ている山形屋の正門が焼き印されている。なお、宮崎山形屋地下食品売り場で販売される。 同じ商品は、丸いは、まんじゅうと呼称する。製造の過程は自動化された実演販売で、出来立ての熱々を購入できる。同様なものは、秋田市では、金一万、京都市新京国では、ロンドン焼きとして販売されている。また山形や同様に百貨店では、札幌市の丸い米では、東万、宮崎市のボンベルタ立花では、立花まんじゅう、浜松の菓子店、 周報道では、カステラ饅頭、大丸でも大阪市の梅田店、兵庫県神戸市の神戸店などの一部店舗で同様な饅頭が取り扱われている。過去には、滋賀県大津市の美和湖温泉紅葉パラダイスでは、紅葉省の名称で同様のものが販売されていたが、施設閉鎖に伴い過去調入りした。このような機械による自動化された実演販売の饅頭は、かつて、 文化饅頭と総称されたが、現在では、死後となっている。宮崎山形や、ボンベルタ立花で使用されている機械は、福岡県小賀市の同一メーカー製であり、名板に実用新案であることが記されているため、製造機のメーカーは大抵同一である。これらの饅頭類の元祖は、戦前、製造メーカーである、福岡県小賀市にある、白の鉄工所が出展した。 菓子店で販売したトマンジュであり、この成功から全国の菓子店がメーカーに注文した製造機械が全国に普及したものである。ありがとうございます。